アイテム番号、SCP-620JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-620JP は、サイト、8190の定期見物収容ロッカーに収容されます。予測できない事態を防ぐため、現在 SCP-620JP を使用するいかなる実験も保有とされます。収容されている SCP-620JP は厳重に管理し、できる限り人間の手で触れないように注意してください。未発見の SCP-620JP の発見のために SCP-620JP を使用する計画については、現在凍結されています。説明。SCP-620JP は、一見すると日常的に使用される一般的なロールペーパーのように見える巻紙です。SCP-620JP が人間の手によって巻き取られた際、ロールペーパー全体を巻き取った場合も条件を満たしたとされる、SCP-620JP は活性化します。活性化状態にある SCP-620JP の表面温度は、人肌よりやや高い程度まで上昇し、これによって SCP-620JP を識別することが可能です。この温度上昇の正確な原因、目的は不明ですが、口述する異常性を発揮するためのスタンバイ状態の維持が目的であると考えられています。活性化状態にある SCP-620JP が人間の粘膜に触れ、かつその瞬間からおよそプラスマイナス20分以内に別の人間が SCP-620JP を使用していた場合、SCP-620JP のお互いの粘液に触れた面は時間、空間の相違を無視して接続されます。別の SCP-620JP が粘膜に触れたちょうどその瞬間が、現在の SCP-620JP が粘膜に触れた瞬間と接続され、多くの場合粘膜同士の接触により使用者は強い違和感を感じます。SCP-620JP は、2016年4月日、エージェント、田中の勤務中の不幸な事故によって発見されました。別任務からの期間中にサービスエリアに立ち寄ったエージェントは、持病の花粉症のためにサービスエリアに併設されていたトイレから SCP-620JP を数枚ちぎり取り、そのまま鼻を噛みました。直後、隣室の便座に腰掛けていた一般男性の直腸部とエージェント、田中の鼻孔粘膜が接続され、結果としてエージェント、田中は2日間の休暇と鼻孔洗浄を申請しました。一般男性はエージェント田中がその場で記憶処理を施し解放しました。やろう、俺の鼻水の感触にびっくりしてもう一踏ん張りしやがった。エージェント、田中。回収された SCP-620JP は合計48ロールに上り、当該のサービスエリアに設置されていたすべてのトイレットペーパーが SCP-620JP に置き換えられていました。また、回収された SCP-620JP の芯から、以下の記述が発見されました。わお、よく見つけましたね。子供を、卒業したあなたへ、をコンセプトに、博士が新たにお送りする現代の青少年向けアイテム。シェア、NUS、はいかがでしたでしょうか。これさえあれば、いつでも、どこでも、世界のみんなと、あなたの恋人と、最高の時間をシェアできます。使い方は簡単。シェアしたい時に、シェアしたい二人が、お互いの体の深いところに当製品を貼り付けるだけ。遠く離れた恋人との甘いひと時に、ジョークグッズとしても、追加のオプションにご加入いただくと、クラウドサービスにあなたのひと時をアップロード。ご友人と、ご家族と、好きな時に、あなたの思い出をいつでも体験できます。付属の QR コードを読み取って、あなたの現在の位置情報をスマートフォンからアップロード。時間と場所を記録することで、お友達があなたのひと時を検索しやすくなります。さあ、今すぐ世界と繋がろう。楽しもうね。現在無料キャンペーン中、初回登録は無料です。中、無料版は使用できる機能が制限されます。ほい、あ。実験記録、620JP。実験記録4、日付2016年4月日。対象、D620JP、1。付記、実験1、3については、SCP-620JP の異常性の確認として行われたものに過ぎず、上記に記述したもの以上の内容は上がらなかったため省略。実施方法。SCP-620JP を D-620JP、1肛門粘膜に接触させたまま排泄を行わせる。同時に人工的に培養した細胞で粘膜に類似したものを作り SCP-620JP に接触させておく。結果、問題なく D-620JP は排泄を行った。
分析。生きている人間の粘膜にきちんと接していることが重要のようだ。統合博士。実験記録後、日付2016年4月日。対象、D620JP1。実施方法、D620JP1 に実験4と同様に排泄を行わせるが、排泄の途中で D620JP1 に指示を行い、排泄を止めさせる。10分後に再度同じ条件下で排泄させる。結果、D620JP1 の直腸内において排泄物同士がぶつかり合い、D620JP1 は違和感を訴えた。分析、同一人物でも、効果範囲内ならば異常性の影響には置かれるようだ。統合博士。実験記録6、日付2016年4月日。対象、D620JP1。実施方法、D620JP1 には排泄を行わせず、肛門粘膜に SCP-620JP を接触させたまま、さらに鼻腔粘膜に SCP-620JP を接触させる。結果、口述。ほい、い、映像記録、事案、620JP1。実験中、不慮の事態の発生により実験が中止されました。統合博士。よし、そのままだ。そのままだぞ。いいか、これは君のために言っておくが、間違っても何か、出そう、なんてするなよ。よし、そのまま鼻に突っ込むんだ。D620JP1。マジでやるのかよ。おい、さっきの実験でもういいじゃねえかよ。同時に2箇所にこれを触れさせたらどうなるかなんて知るかよ。決めんだよこれ。統合博士。いいか、君が反抗的な態度をとっている。少しでもそんな素振りを見せている。そういうことを上に報告するのはこの私だ。君がどうなろうと私次第だってことを忘れるんじゃないぞ。いいから黙ってやりなさい。 D620JP1。 この、罵倒。統合博士、どうだ？ D620JP1、うひや。統合博士、やはり、鼻孔と繋がったか？匂いはどうだ？ D620JP1。 統合博士、おい。 D620JP1。 統合博士、おい、警備員、そいつの状態を確かめろ。何かおかしいぞ。統合博士、おい、お前。分析、映像記録、および現場で見た限りでは、D クラス職員は SCP-620JP を鼻に運ぶ前に息絶えたように見える。顎の上昇は、おそらくだが後頭部のあたりを強く引っ張られたのではないだろうか。この髪の向こう側から、内臓ごと。高校も、また粘膜だったな。統合博士、